ベルベル人の北木です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品は明日15日の21時にアップされる商品です。サイズ、金額、状態、お問い合わせ、ご購入の方はベルベル人ウェブストアからでお願いいたします。詳しいことは概要欄に貼っておりますのでご確認お願いいたします。まずはシャツのご紹介ですね。こちらがラルフローレンの L サイズですね。こちらがオープンカラーの仕様になっていて、胸に一つポケットがつくタイプです。ボックスのシルエットでポニーがこちらにつくタイプですね。珍しいと思います。はい、白ボディですが全然汚れとは見受けられないです。ラルフの L サイズなので僕は結構ゆったりとするサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円に消費税です。続きましてこちらはフルスナップのスウェットですね。こちらの、レジスターが左側につくので80年代の個体ですね。ラージサイズになっております。フルスナップで、グレーボディに、ネイビーのプリントが胸元に、ワンポイントで入ります。はい、バックプリントも入ります。はい、カンサスクルーと入っておりますね。はい、ラージサイズで僕がゆったりとするサイズ感です。フルスナップなので、使い勝手いいと思います。さらっと羽織るのにちょうどいいですね。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてこちらはリバースイーブのご紹介です。こちらが刺繍タグのエクストララージです。はい、パープルのボディで胸元にワンポイント目が青いタイプですね。はい、こちらにも目がつくタイプです。若干剥がれかかっていますがまだまだ大丈夫そうですね。はい、コンディションかなりいいです。はい、エクストララージで僕がゆったりするサイズ感です。こちらでお値段が、15,800円と消費税です。続きましてこちらは刺繍タグのエクストララージです。はい、ネイビーブルーですかねのボディに、スクリプトの刺繍が入るタイプです。はい、ダメージ汚れとはこちらも見受けられないですね。エクストララージで僕がゆったりとするサイズ感です。スクリプトロゴ逆に、こちらをチョイスするのもありなのではないでしょうか。お値段が 12,800円と消費税です。で続きましてこちらも刺繍タグの、こちらラージサイズですね。グレーボディにネイビーで3段プリントが入ります。プリントの状態、ラバーかなり状態いいですね。はい、こちらもダメージ汚れとは見受けられないです。ラージサイズで僕が若干ゆったりするサイズ感です。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてもグレーボディですね。こちらは、80年代トリコタグの、ラージサイズになっております。グレーボディに、はい、ブルーと赤のプリントが染み込みで入ります。こちらもダメージ汚れ等は全然見受けられないです。トリコタグのラージサイズ、僕が、若干ゆったりするサイズ感です。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてもグレーボディ、こちらは刺繍タグの 2XL の表記になっております。はい、グレーボディに、白の縁取りで赤のプリント、ラバーの状態、こちらもかなりいいです。そしてダメージ汚れ等も見受けられないです。こちらが 2XL で僕は結構ダボっとするサイズ感ですね。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてもグレーボディですね。こちらが80年代トリコタグの 2XL の表記です。そしてこちらは、4段のプリントが赤のラバーで入ります。4段とてもいいですね。はい、そしてこちらもダメージ汚れとは見受けられないグッドコンディションです。 2XL で僕が結構ダボっとするサイズ感です。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましては、こちらパープルのボディですね。刺繍タグのエクストララージです。はい、白の縁取りで、グリーンのプリントが入ります。ラバーが、90年代らしいペタッとした、今らしいポップな雰囲気ですね。はい、若干首元のリブにポツッとダメージがありますが他は、コンディション良さそうです。エクストララージで僕がダボッとするサイズ感です。お値段の方が 12,800円と消費税です。続きまして、ジャケット類のご紹介です。こちらはラルフローレンのタグがつくサイズ表記が、S サイズになっております。こちらは、スイングトップの形ですね。でこちらに赤のポニーが刺繍されております。黒ボディで若
干のフェードはございますが、まだまだいいコンディションです。襟の切り返しがベージュなのも、嬉しいポイントですね。 S サイズで僕がジャストぐらいのサイズ感です。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてこちらは、ビーチジャケットですね。こちら S サイズの表記になっております。こちらのタグがつきます。ジップは、こちらのタロンが使われております。裏地が総柄でインパクトのある一着です。はい、白ボディですが、汚れは見受けられないですね。いいコンディションです。 S サイズ表記で僕がジャストぐらいのサイズ感です。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてこちらはキルティングのジャケットですね。はい、サイズ表記はちょっと見受けられないですね。こちらも同じくタロンジップが使われております。トップボタンがスナップのタイプですね。ブラックのキルティングで、特にリブもダメージなさそうですね。全然縮みも出ていないです。若干の糸のほつれはございます。はい、目立ったダメージは見受けられないです。表記はございませんが、M ぐらいですかね。僕がジャストで着れるサイズ感です。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてこちらいいジャケットですね。チャンピオンのランタグがつく、50年代頃のタグですね。こちらラージ表記になっております。こちらは、コンマのジッパーが使われておりますね。そして胸元に、ボストンユニバーシティと3段の、ラバープリントが入ります。はい、こちらも状態かなりいいですね。汚れダメージと見受けられないです。 L 表記で、僕が若干ゆったりとするサイズ感です。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらは LL ビーンのゴアテックスの、ジャケットですね。こちらのタグで、はい、ミディアム表記になっております。こちら80年代のタグですね。ゴアテックスまだしっかり張り残っていて、しっかり機能性抜群の商品ですね。こちらに LL ビーンの、刺繍が入ります。はい、ダメージは見受けられないです。いいコンディションですね。はい、僕が結構ゆったりするタイプなんです。こちらにゴアテックスの刺繍と若干の焼けはございますが、全然問題ないコンディションです。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらはバーシティジャケットになります。タグは、見受けられないですね。バーシティジャケットですが、こちら、朱色のようなボディに、はい、チェーンステッチが入っています。そしてミリタリーのカデットコートのような形のフーディーになっておりますね。ジッパーがこちら、はい、が使用されております。そして、後ろにもワッペンが入ります。気の利いたデザインですね。表記はございませんが、僕が若干ゆったりするサイズ感です。お値段の方が15,800円と消費税です。続きましてこちらが、ラングラーのジージャンです。サイズ表記が、42になっております。はい、こちらフォーポケのタイプですね。こちらにラングラーのピスがつきます。はい、ラングラーらしい、さらっとした色落ちですね。春先、これからも使いやすそうな色の雰囲気です。42表記で僕が若干ゆったりするサイズ感です。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらはマーベリックの G ジャンになっております。サイズ表記が40になっております。ラングラーの姉妹ブランドですね。こちらは 124MJ の、タイプの形になっております。若干スレがポツポツとあるのがいい雰囲気ですね。はい、袖口も、はい、スレが生じております。ですが着用に問題になるような大きなダメージは見受けられないです。表記が40で、僕がジャストぐらいですかね。若干ゆったりするかもしれないです。こちらでお値段が、15,800 円と消費税です。続きましてこちらはリーバイズですね。こちらのパッチがついて、表記が XL になっております。品番的には70417となっております。裏地がネルのタイプですね。ブルーのネルの、配色です。このザラッとした、色落ち、抜群の雰囲気ですね。
ちらにしっかり赤タブも残っております。はい、ダメージ汚れ等は見受けられないですね。若干シミはございますが全然気になる程度ではないですね。この色も相まって、はい、XL 表記で僕がダボッとするサイズ感です。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてもリーバイスですね。はい、こちら定番70505です。若干パッチは割れてしまっております。表記は42になっております。赤タブもしっかり残っていて、はい、若干袖口にポツポツとほつれはございますが、襟も、まあ、若干のすれはございますが問題は全然なさそうですね。はい、こういった状態です。こちら実寸も42程度ですね。僕がダボッとするサイズ感です。こちらでお値段が、19,800 円と消費税です。続きましてこちらも70505ですね。パッチは、欠損してしまっております。こちらは、スモール E の年代ですが、ケアタグのつくインディゴの染料が使われている、年代のものですね。年代は、浅めではありますが、このザラッとした、色落ち、そして蜂の巣の出方も抜群の雰囲気ですね。この年代とはちょっと思えないような雰囲気の一着です。はい、こちらが実寸で、40程度ですかね。僕がジャスト若干ゆったりするかもしれないというサイズ感です。こちらでお値段が29,800円です。こちら抜群の雰囲気です。続きましてミリタリー類のご紹介ですね。こちらはまあ民間用のものになっております。はい、こちらが、サイズ表記が、ちょっとここで切れてますね。見受けられないです。でこちらタイガーストライプの、ジャケットですね。張りもまだ残っていますし、ダメージスレ等も全然見受けられないです。はい、やっぱ鴨柄の中でもタイガーストライプ、インパクトあっていいんじゃないでしょうか。表記は見受けられませんが僕がダボッとするサイズ感です。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてこちらはファティーグですね。こちらは、タグは欠損してしまっております。こちらリップストップのフォースタイプのものですね。若干の色あせがとてもいいミリタリーらしい雰囲気です。こちらに1点小穴がございます。その他気になるダメージはそうですね、見受けられないです。こちら、ラージレギュラー程度ありそうですね。ラージロングありそうですね。結構長めのサイズ感です。こちらでお値段が、12,800円と消費税です。続きましてこちらは MA1 のご紹介です。はい、こちらが、アルファ社のものなんですけれども、表記はちょっとすれてしまっていますが、こちらミディアムサイズがかろうじて見受けられます。はい、若干毛羽立ちはございます。そしてこちらにもシミはございますね。気になるような大きなダメージは、見受けられないです。ミディアム表記で僕がジャストぐらいで着用できるサイズ感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましても MA1 なんですけれども、こちらはエアフォースブルーのタイプですね。こちらもアルファ社のもので、はい、エクストララージの表記になっております。はい、定番のカーキもいいですが、こちらのタイプも、はい、シックで大人らしく着れそうで、いい色の一着だと思います。こちらもダメージは大きなものは見受けられないです。エクストララージで僕がダボッとするサイズ感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きまして、こちらはデジタルカモですね。ネイビーのものです。はい、こちらサイズ表記がミディアムレギュラーになっております。しっかりこちらにゴアテックスのタグも残っております。はい、状態結構バキバキですね。汚れ等も見受けられないです。すごく張りの残った状態の一着ですね。ミディアムレギュラーで僕が、ダボッと着用できる、いい丈のサイズ感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。
続きましてこちら、CW36P ですね。こちらサイズ表記がエクストララージになっております。こちらも状態は良好ですね。この辺のアイテムは、リブが結構ダメージきているもの多いんですが、大丈夫そうですね。若干シミっぽくはなっております。こちらもそうですね、はい。大きなダメージは見受けられないです。こちらもいいコンディションですね。エクストララージで僕がダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらは A2 デッキジャケットですね。サイズ表記がエクストララージです。裏地は結構ふかふかでコンディションかなりいいですね。はい、シェルもそうですね。若干のフェードはございますが、比較的ものとしてはすごく状態のいいものですね。はい、後ろにしっかりステンシルも入っております。こちらミリタリー好きからしたらこれだけで嬉しいポイントですね。エクストララージで僕がダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらはリーバイスのランチョンマットですね。こちらにしっかり紙パッチ501と入っております。そしてビッグイの赤タブが残っております。周りのパイピングがちょっと擦れてはいますが、はい、デニムの色残りある、かなり、面白い一着じゃないかなと思います。ピクニックの際とかに使ってたら、こういったところから、リーバイス好きをしていけそうです。こちらがお値段、7800円と消費税です。続いてスニーカーです。こちらはコンバースのオールスターですね。はい、しっかりインソールメイドイン USA の表記見受けられます。はい、こちらカラーがブラックになっております。フェードしてちょっとチャコールっぽいような、いい雰囲気に仕上がっております。若干の割れはございますが、まだまだ全然柔らかい、加水分解していない状態ですね。ヒールパッチもしっかり見受けられます。すり減りかなり少ないですね。もう一切していないと言ってもいいんじゃないでしょうか。表記が、こちら9になっております。はい、定番ですがこちら、いい雰囲気に仕上がっているオールスター、こちらお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらブーツですね。レッドウィングのアイリッシュセッターになっております。しっかりタグも残っていて、サイズ表記がこちら、はい、ちょっと見えづらいですかね、9ハーフになっております。はい、若干のこのスレがいい雰囲気を醸し出しております。レッドウィングらしい武骨な男のブーツっていう雰囲気ですね。若干のすり減りはございますが、まだまだ着用いただけるコンディションです。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてパンツ類のご紹介です。こちらは、単色タグのリバースウィーブのパンツですね。ラージ表記になっております。そしてこちらにエンジのプリントがウィングフットですね。いいプリントです。はい、ダメージ汚れ等は見受けられないですね。リブも全然伸びていない、いいコンディションです。はい、こちらが、ラージ表記で、僕は若干丈長めかもしれないですね。ギュッと絞って、ラフに履きこなしていただきたい一着です。こちらが9,800 円と消費税です。続きましてこちらは6号のパンツですね。こちらがサイズミディアムレギュラーの表記になっております。はい、そしてこちらかなりコンディションいい個体ですね。股下も問題ありませんし、擦れも見受けられないですね。フェード感も少なめのコンディションです。はい、こちらで、サイズが、実寸で3号ニッパチですね。はい、6号らしい太いシルエットで短め、需要の高いサイズ感だと思います。こちらが 12,800 円と消費税です。続きましてもこちら6号のパンツで、同じくミディアムレギュラーです。はい、こちらもコンディション良好ですね。はい、擦れダメージ等は一切見受けられないです。若干のオイル飛びはございます。はい、バックも、ダメージは少なそうです。こちらも実寸が3号ニッパチです。はい、アジャスターベルトを締めれるので、ウエストはどんな方でも合いそうですね。レングス短めでいいと思います。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらはリーバイスの501です。こちらカラーがきなりのものですね。はい、
3334の表記になっております。こちらしっかり赤タブも残っております。はい、レングスもオリジナルですね。スレは若干生じております。はい、こちら実寸サイズが、3235ですね。ロールアップして履くのも、おすすめの1本です。こちらでお値段が、こちらにダメージがございますね。はい、いい雰囲気だと思います。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続きましてこちらは、リーバイスの517になっております。ウエスト表記が32、レングスが34ですね。オレンジタブのつく年代です。はい、色残りかなりある1本ですね。はい、レングスオリジナルで、若干のスレはございます。はい、実寸で3134です。レングスは長めですね。ヒールブーツなんかと合わせたりしたら、足が長く見えたりして、スタイルアップの効果も見受けられると思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてこちらはリーバイスの501ですね。 USA 製のものになっております。パッチ表記が3431になっております。赤タブもしっかり残っております。はい、また下も問題なさそうですね。はい、オリジナルレングスでスレがいい雰囲気ですね。若干ヒゲも出ていていい雰囲気の一本だと思います。はい、実寸で34ニックです。はい、このあたりのサイズは動きがかなり早いイメージです。ぜひお早めに。はい、お値段が 19,800円と消費税です。続きましてこちら、一見色落ちものすごくいいですね。荒々しいです。一見ヴィンテージに見えるんですが、こちらは USSA90s の3531の表記ですね。赤タブしっかり残っております。はい、90年代年代浅めだとのっぺりとした色落ちになりがちなんですが、こちらはしっかりと履き込まれた、ものすごいヒゲの、そして、はい、色落ち完璧ですね。実寸で3430で、ここまで完璧な USA 製はかなり珍しいです。お値段が、22,800円と消費税です。で、続きましてこちらは、ノーブランドのものなんですが、デニムですね。こちらが50年代頃のストア系によくつくボタンが使われております。トップはスナップで、はい、こちらの、コンマのジッパーが採用されております。はい、年代物らしいかなりいい雰囲気ですね。太めのデニムになっております。はい、こちらもステッチが抜けていていい雰囲気です。こちらで、実寸が3630になっております。太めでレングス短め、ギュッと絞って履くのもありだと思います。お値段が 49,800円と消費税です。続きましてこちらが、96J ですね。リーのこちらハウスタグがつきます。はい、サイズ表記が38になっております。そして、しっかりロングエールのボタンが採用されております。はい、ヒッコリーのカバーオールのタイプですね。若干こちらに、はい、シミがございます。はい、お探しの方も多いのではないでしょうか。サイズ表記が38で、僕がちょうどいいサイズ感で着れそうなサイズですね。こちらでお値段が、128,000円と消費税です。スペシャルなアイテムです。土曜日に入荷がございました。店頭かなりいい商品揃っております。ぜひ店頭にも皆様、ご来店お待ちしております。